フォルツァ SC 相模原。今回のフォルツァ SC 相模原は開幕直前スペシャル、梅鉢選手、白井選手、そして千秋アンバサダーによる大喜利対決です。そして望月会長の開幕直前インタビュー、開幕前の心境と意気込みを伺いました。お楽しみに。フォルツァ SC 相模原をご覧の皆さん、こんにちは、川村美久です。今シーズンは新たな戦いに向けて新加入選手がたくさん入ってきましたけど、皆さん覚えられましたか、ね、その新加入選手も、ね、どんどんこれからお伝えしていきたいと思いますので、お楽しみに。さて今回のフォルツァ SC 相模原は白井選手、梅鉢選手、そして千秋アンバサダーに大喜利に挑戦していただきました。こちら大人気企画となってきましたね。もう選手の皆さんたくさん答えていただきましたよ。そして望月会長に開幕直前インタビューもさせていただきました。こちらも見てくださいね。それではまずはこちらをご覧ください。どうぞ。本日はこの方々に来ていただいております。どうぞ。どうも、ミッドフィルダー6番梅鉢隆秀です。よろしくお願いします。こんにちは、ディフェンダー18番白井達也です。よろしくお願いします。2020シーズンに津営源金沢から SC 相模原に加入、豊富な運動量を持ち、ボール奪取能力に優れたボランチ、意表をついたミドルシュートが得意、背番号6、梅鉢隆秀選手。2020シーズンに神奈川大学から SC 相模原に加入、大学では主将を務めていたキャプテンシーの持ち主、万能型センターバック、背番号18、白井達也選手。お二人、オフシーズンはどうされてたんですか？練習と、あと、まあ友達と食事行ったりとか、はい、まあ、家族で過ごしたりとか、うんうん、まあ、いわゆる普通のオフシーズンです、はい、普通のオフシーズン、はい、白井選手はいかがでしたか？そうですね、僕も地元に帰って、シーズン中普段会えない友達に会ったりとか、うんうん、まあ、あとはやっぱり来シーズンに向けての体作りもしないといけないんで、まあ、それも並行してやっていました。すごい、なんか上の空なんですけど2人とも。その実はね、うん、ちょっと理由がございまして、お二人にやっていただくコーナーがございます。題しまして、無茶振り大喜利対決。そうなんですよ。そうなんです。だからね、なんかオフシーズンの話全然なんかあんまりなんか言葉乗ってないなと思いながら、それどころではない感じはしましたけども、はい、このコーナーはですね、なんと千秋アンバサダーにも参加してもらおうかなと思っております。千秋アンバサダー。はい。あー、頼もしい。助かるわ。アンバサダーお願いします。よろしくお願いします。アンバサダーもなんかどうですか、大喜利の方は。本当、梅鉢選手が言ったように、はいはい、それもう本当にもうただ事じゃないぞ。なんでこれ前日からね、眠れぬ日々を過ごしてきました。なんでですか。無茶振り大喜利対決、ルールは至ってシンプル。お題は全部で3問、川村美久の判断で1ポイントから3ポイントをジャッジ。3問終了した時点で一番ポイントの高い人が優勝となります。そして2位の人は優勝者の好きなところを挙げていただき、一番ポイントの低い人には罰ゲームが待っています。それでは始めましょう。ちなみに梅鉢選手は、大喜利の方は自信はありますか？いや、ないです。そんなところで聞かないでください。あるって言ったら怖いんで、はい、あ、ない、はい、ないでお願いします。白井選手は？あ、そうですね、僕もないです。なさそうです。僕もないです。なさそうに答え、はい、アンバサダーいかがですか？僕は毎日焦点見てるんです。その効果が今日出るかどうかですね。よしよし。では第1問、試合中審判がイエローカード、レッドカードではなくレインボーカードを出した、一体何をした？試合中審判がイエローカード、レッドカードではなくレインボーカードを出した、一体何をした？ということでね、まあ、審判の人イエローカード、レッドカード、まあ
なんかこう反則した時に出しますけども、レインボーカードはどっちなんかな、悪い方なのか、まあいいことなのかっていうところもねポイントになってくると思います。さあ、お、宮崎選手はペンが走っていますね。楽しみです。はい、できました。はい、では梅町選手、試合中審判がイエローカード、レッドカードではなくレインボーカードを出した。一体何をした？その試合で誰よりも輝いた。いいですね、かっこいい。これはじゃあ、あ、でもまあ伸びしろを見たいので2ポイント。すごい悩んでらっしゃる。いきます。お、ではアンバサダーお願い。ちょっと早いです、ちょっとお礼をした。ちょ早い。アンバサダー待ってお礼をした。いいんですけども、あの大喜利ってそのお題言うてから答える。あ、そうなん、はい、今聞いてた。じゃあ改めて もう一回いいですか。もう一回いいですか。同じの、一応同じのね、一応ね。やばいやつじゃないですか。いや、わかんないですからね。じゃあいきますよ。試合中審判がイエローカード、レッドカードではなくレインボーカードを出した。一体何をした？お礼をした。はい、1ポイントです。すいません、本当はゼロが良かったけど、これはまあ一応ね頑張ったということで。なるほどなるほど、はい、白井選手、試合中審判がイエローカード、レッドカードではなくレインボーカードを出した。一体何をした？点を取った後にゴールパフォーマンスで、11人で虹を作った。わあ、すごい。これは3ポイント。素晴らしい。それはすごいな。レインボーカード。よし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 。お題を変えましょう。ああ、よかった。第2問、かっこいいバレンタインデーチョコのもらい方を教えてください。かっこいいバレンタインデーチョコのもらい方を教えてください。それではお考えください。まあ、これはね、意外とそのサッカーに関係なくても良さそうですよね、お題的には。お、これテンションだ。では千秋アンバサダー、かっこいいバレンタインデーチョコのもらい方を教えてください。靴箱で届いて。いいですね、演じたのも良かった。3ポイント。高い。あ、じゃあ分かってきました。お、早い。じゃあちょっと上げるふりやってもらっていいですか。あげるふり、あ、これよかったらもらってください。わ、はい、かりました。かっこいいバレンタインデーチョコのもらい方を教えてください。これよかったらもらってください。キュンです。ゼロポイント。ゼロポイントでお願いします。よしよしよし、ゼロポイントでかい。孤独感すごいな。ゼロポイント。これ全てゼロってもうほんまに何も言ってないですよね。僕、いえ、そんなことないです。ほんまに。はい、はい、白井選手、かっこいいバレンタインデーチョコのもらい方を教えてください。2月14日に、SC 相模原のユニフォームを着て登校する。おお、3ポイント。梅鉢選手は果敢に答えを出すも0ポイントを何度も連発。そのままの流れで最後の問題に突入しました。無茶振り大喜利対決は番組後半にも。開幕前の意気込みも伺います。ここからは望月会長の開幕直前インタビューです。開幕前の心境と意気込みを伺いました。現段階での新体制の状況を教えてください。はい、昨シーズン最終戦まで、J2 残留という、ね、可能性は残して戦っていたんですが、まあ、惜しくも、ね、降格ということで、2022シーズンは J3 のカテゴリーで戦うと、まあ、その中で、まあ、年末年始に向けて J3 を勝ち抜くための編成を今している最中です。2022シーズンの目標を聞かせてください。で、まあ、目標的にはやはり1年でやはりこう J2 に昇格するということが最大の目標であり、まあ、クラブ、あと現場、そういった目標のもと、まあ、クラブ全体として動いている感じですね。
補強した選手たちの手応えは？今新加入で入ってきてくれる選手のレベルからすると、昨シーズン以上のチームレベルを保てるんじゃないかなと思ってますし、まあ、選手補強に関して言えば、まあ、昨シーズン同様、今シーズン高木監督が指揮を取るということで、まあ、現場の意見も協議しつつ今選手編成をしている段階で、まあ、個人的に誰というよりはチーム全体のレベルが昨年以上に上がっているという手応えは感じているところです。 J3 を勝ち抜くための秘策はありますか？やはり J2 から降格した3チームですか、そういったところはやっぱりクラブ力もあるし財力もあるところなので、まあ、力はあるかなと思いますし、まあ、今シーズン初参戦になるいわき FC なんかは非常にこうチームとして勢いがあると思いますので、全体含めてもそう簡単にこう勝てるようなチームは一つもないと思ってますね。その中でやはり大事なのはスタートダッシュ、開幕からやはりこうチーム力、あと流れ、勢いというものをどう作っていけるかっていうことだと思いますね。最後にファン、サポーターにメッセージをお願いします。まあ、もう一度チームの基盤っていうものを作りつつ、やはり J2、J1 を目指して今シーズン戦っていきたいと思いますので、ぜひともスタジアムに来て応援していただきたいですし、また新しくなった SC 相模原をぜひファン、サポーターの皆さんに温かくご支援いただけると非常にありがたいかなと思っています。望月会長ありがとうございました。引き続き大盛り上がりの無茶振り大喜利対決です。それでは最後の問題参ります。第3問、こんなスタジアムは嫌だ、どんなスタジアム？ここに来てもう急にまっすぐな大喜利でございます。ストロングスタイル大喜利、こんなスタジアムは嫌だ、どんなスタジアム？はいはい、梅鉢選手、こんなスタジアムは嫌だ、どんなスタジアム？最寄り駅より徒歩50分。おわー、嫌だな、確かに2ポイント、ありがとうございます。梅鉢選手、いいですね、久しぶりに点取ったわ。はいはい、白井選手、こんなスタジアムは嫌だ、どんなスタジアム？彼氏は彼氏は嫌だな、2ポイント、いいですね。ちょっと出だしなんで、アマサダ、こんなスタジアムは嫌だ、どんなスタジアム？キュンです。うわ、0ポイント、はい、はい、はい、お願いします。白井選手、こんなスタジアムは嫌だ、どんなスタジアム？観客席めちゃめちゃ遠い見えづらい、あ、そのイラストもいいですね、3ポイント、めちゃい、はい、行きます。では、こんなスタジアムは嫌だ、どんなスタジアム？なぜか賃貸物件扱いでこんな風に表記されているあ、じゃあ1ポイント応援席全員警備、ここへ来て千秋アンバサダーが怒涛の回答ラッシュ、アクションを入れて猛アピールです一方梅鉢選手はというと、いや、トイレが2つは0ポイントです出せばよかったわ、そしたらこんなスタジアムは嫌だ、どんなスタジアム？入場料10万円。うわー、嫌だな、1ポイント あげるこれはもう情けの気がしなアンバサダー、いきますか、もうラスト、もう行こうかな、ラスト、こんなスタジアムは嫌だ、どんなスタジアム？ZOZO の前澤社長のプライベートジェットの着陸場所3ポイント、それはおもろいよ、それそれはおもろい、これは面白いぞ、あーよかった、いや、じゃあお願いします。いきますか、こんなスタジアムは嫌だ、どんなスタジアム？こがもうひらがなな、まあ3ポイントかな、いや、もうここは梅鉢選手、ラスト飾ろう、行きましょう、ラスト
こんなスタジアムは嫌だ。どんなスタジアム？まあ今もコロナ禍でそうなんですけど、応援禁止。応援禁止、そうだな。1ポイントゼロで来ないか中途半端でした一番中途半端でした。はい、ということで、はい、大喜利コーナー終了でございます。よっしゃ。ではでは、ポイントの方発表させていただきます。第2位は23ポイントを獲得した白井選手です。え、2位なの？最後、最後まくられたってこと？そして第1位が千秋アンバサダー、23ポイント。実はポイントは千秋アンバサダーと白井選手同じなんですよ。ただ回答数がアンバサダーの方が多かったので、アンバサダー1位にさせてもらいました。そんなドヤ顔じゃないですよということで最下位は梅町選手です。おめでとうございます。全然嬉しくないです。よっしゃ、楽しみだ。では白井選手からアンバサダーへの、好きなところ5つ言っていただいてよろしいでしょうか。よーい、スタート。はい、まず盛り上げ上手。盛り上げ上手で、チーム全体の、気を使える。僕が調子悪い時に、意外にアドバイスをくれる。意外に意外にもアドバイスをくれる。大喜利より難しくやってない？大丈夫？なんかすごい悩んでる。大丈夫？大喜利よりシンプルにサッカーが上手い。お、上手い。あとは、いじ後輩いじり、先輩いじりが、多いそれは好きなところなんかまあでも5つ言っていただきました、ありがとうございます。いらないですよ、千秋さん。先出せていらないです。ちょっと空白多いしアンバサダーどうですか？まあちょっとスムーズに言えてたんで、はい、よかったなと。そんなスムーズじゃなかったですか？もうスラスラ。さて、梅鉢選手の罰ゲーム、渾身のモノマネを披露していただきます。じゃあ監督のゴール決まって喜んだシーンのモノマネと、あ、いいですね。あと選手がミスった時の、あ、みたいな時の仕草の、はい、めっちゃやりますね。じゃあせっかくやから立ってやってもらってもいいですか？じゃあちょっと自分でお題を振っていただこうかな。確かに誰かゴール決めてくれたら嬉しいな。ゴール。あ、こんなんなるでしょ。ゼロポイント。お客さんが出だしてっていうところを。あ、そういう意味なんですか。もう私的にはそのずっと体が固まってたからか知らんけど、パキパキって言ったのが気になりましたね。パキパキの方が気になりましたね。緊張されてたんかな。気を取り直して別のモノマネでリベンジです。ミスターをちょっと入れてくれるわ。ミスったー。ゼロポイント。え、いや、ベンチの方に振り返るんですよ。ああ、そういうことですか。はい、首かしげてからよく見てるな。よく見てますね。面白かったです。はい、ということで選手の無茶ぶり大喜利対決でした。ありがとうございました。さて、今シーズンですが J3 での戦いに向けての意気込みをお聞きしたいと思います。では千秋アンバサダー、はい、今後の展望といいますか何かございますでしょうか？やっぱり去年降格したんで、まあ、この1年で、ね、戻れるっていうとこと、さらに J2 で残ってこう J2 レベルでこう戦っていける準備を、ね、選手にはしてもらって、やっぱ僕らはその選手たちをこう支えていけるようにまたテンション上げてやっていきたいと思います。
千秋アンバサダーは次のお仕事に向かうためここで退席。引き続きお二人の選手には意気込みを伺います。では白井選手は意気込み何かございますでしょうか。まあ、去年、まあ、J2 の、高いレベルを経験して、で一昨年は SC 相模原で昇格も経験しているので、まあ、バチ君もそうですけど、まあ、残ってその両方経験している自分たちが、中心となって、まあ、チーム引っ張って1年で必ず、J2 にもう一回昇格したいです。そうですよね、します、しますと、はい、言い換えましたね。します、応援しております。ありがとうございます。はい、梅鉢選手は。そうですね、まあ、目標がはっきりとあるんで、まあ、それを意識し続けるということと、まあ、それにトライし続けるということをチーム全体でやりきれるかっていうところがやっぱ大事になってくると思うんで、まあ、去年の反省だったり一昨年のいいところだったりっていうのをまあしっかりと生かしながら戦っていけたらいいなと思ってます。さっきの大喜利とは全然違いますね。はい、もう今の、はい、コメントは素晴らしかったです。ありがとうございます。こういうお題だったらよかった。本当にもう、そうですね、意気込みっていうお題だったらね、すんなり出てくるんですよ。本当にもう、はい、僕らもさっきまであんなふざけてたのに急にもう今シーズン、いやそりゃそうですよね、ピリッとなりますよね。さっきまでキュンです言ってたから。そう、ピリッとなりますよね。はい、私たちも応援しております。本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。梅鉢選手、白井選手、千秋アンバサダー、大喜利に参加ありがとうございました。今回は白井選手、梅鉢選手、千秋アンバサダーに大喜利に挑戦していただきました。いや面白かった。梅鉢選手、まあすごい恥ずかしそうにされてましたけども、個人的にはすごい楽しかったです。そして、望月会長にねインタビューさせていただきましたけども、やっぱりね気合が感じられましたね。今シーズンたくさん応援させていただきますね。それでは今月のフォルツァホットワードはキュンです。これよかったらもらってください。キュンです。ゼロポイントキュンです。ゼロポイント。うん、こちらですね。本当は言いたくないんですけども、もう今日あまりにも言っていたので、皆さんも見てください、この瞬間をたくさん、はい、さて2022年 J3 リーグ開幕は3月からということで、私たちもね気合い入れ直してたくさん今年も応援していきたいと思いますよ。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。